皆さんはご存知だろうか。ドラミちゃんを。さすがにドラミちゃんは知っているよ。ドラえもんの妹で、兄より優秀なお世話ロボットだよね。うむ、確かにドラミちゃんは兄より優秀で、様々なプロフィールがあるのだが、なぜドラミは黄色なのか、誕生日は、ヒゲがないのはなぜ、ボーイフレンドは、ゴキブリ嫌いなのはなぜ、どうしてメロンパンが好き、なぜ妹、弟じゃダメなの、趣味は、ボーイフレンドは、好きな色は、体の能力は、とうとう、様々な疑問にレイタは答えられるかな。そうやって言われるとわからないことが多いね。ドラえもんに関する疑問は結構わかることが多いけど、ドラミちゃんだと結構疑問が多いかも。っていうかボーイフレンドなんているの？うむ、ちゃんといることはいたぞ。どういうことだ？ドラザキッドのことかな？ふふ、それはどうかな？というわけで今回はこんな様々な疑問を解決。題して、ドラミちゃんの複雑なキャラ設定に迫る、だ。スカーモダを投げ捨てて、ドラミちゃんのボーイフレンドになった、ベルシャ君。というわけで今回は、ドラミちゃんの様々なキャラ設定、プロフィールについて迫っていこう。そもそもドラミちゃんはどのようにして誕生したのか。それは以前アップした、複雑すぎるドラミ誕生秘話とはにて、詳しく解説しているのでそちらを参考に。ドラえもん連載当初、ドラミちゃんはてんこみで、時々登場しては活躍していたのだが、なぜ作られたのか、どういう設定なのか、その辺が全くと言っていいほどわからなかった。それは兄であるドラえもんも同様であり、これも以前、そしてドラえもんは青くなったにて、少し話しているが、てんこみ発売で一気にドラブームが加熱した1970年代当時、それに応えるように、アシスタントである片倉先生が、コロコロコミックスでドラえもん百科の連載を始めたのである。この当時の背景も、ドラえもん片倉設定とは、で詳しく話しているのでそちらを参考に。この動画を理解するためにまず3本も過去動画を見せてくるのは草。まあ、この辺をここで解説するだけで1時間は動画の尺が伸びちゃうからな。申し訳ないが細かい部分は過去動画を見てほしいんだぜ。では、そんな感じに始まったドラえもん秘密解明企画のドラえもん百科。本書ではドラミちゃんに関してもたくさんの秘密が解明され、その設定を今なお引き継いでいるものが多いのだ。というわけで、今回はドラえもん百科をベースに、ところどころ補足しながら説明していこう。まずはドラミちゃんの誕生秘話から、ネズミによって耳をかじられてしまったドラえもん、その姿をガールフレンドであるノラミャーコに笑われてしまい、すっかり気を落としてしまっていた。そんな耳がないことを気に病んでいたドラえもんを慰めてやるため、妹のドラミちゃんを作ってやったのさ。ドラえもんを慰めるためのロボットだったのね。うむ、だから通常の猫型ロボットとは違い、耳のあるロボットではなく、耳をリボン型にしてドラえもんと同じ耳なしの猫型なのである。だって、耳があったらドラえもんの悲しみを分かち合えるわけがないからな。そういうことだったのね。だけど設計者の同じロボットが兄弟なら、博士の作ったロボットは、みんな兄弟なの。いや、そういうわけではないのだ。実はこの二人の体に流れているオイルが同じオイルだから兄弟なのである。だとしたらなんでドラえもんとドラミちゃんあんなに性格や性能が違うの？それはだな。実は博士が自信作で使うつもりで長いこと使わずしまっておいたオイルだったため、あまり長いこと使わなかったので、オイルの軽い部分が上に浮かび上がり、良質の部分は下に溜まっていったのである。つまり、先に作られたドラえもんはオイルの薄い部分しか使われておらず、逆にドラミちゃんにはオイルの良質の部分しか使われなかったため、こんなに優秀な妹ロボットが誕生してしまったのである。そういう設定なのか。うむ、ちなみにオイルに関する詳しい成分は、ドラえもん百科に関、ドラドラミ兄弟百科特別大図解オイルの謎にて、詳しい成分表が記載されているので、興味があれば一時停止してみてね。もっと詳しい内容は書籍を買ってみて確認してみよう。それでは話を戻して、ここまで聞いていると、博士がドラえもんに気を使ってドラミちゃんを開発したように聞こえるが、実はそういうわけではないのだ。違うの。実はさらなる詳細がドラえもん百科には描かれていてだな。ついに明かす、ドラえもんドラミちゃん秘話ヒストリードキュメント兄弟編。現代から未来へ向かう一台のタイムマシンがあった。本日はどうされたんですか？実は、妹のドラミちゃんを作るときに、お願いがあるのです。耳のない僕を見て笑ったりする妹でないように作ってほしいのです。と、実はドラえもんから博士に対してドラミちゃんに注文が入っており、そこで博士はいろんなドラミちゃんを考え出したのだ。サンプル A、ドラえもんタイプ。サンプル B、アンテナタイプ。サンプル C、ヘッドホンタイプ。サンプル D、リボンタイプ。4種類もパターンあったのか。てか見慣れているせいもあるけど、リボンタイプ以外がかなり変に見えるね。うむ、まあ一生懸命博士が考えてくれて、案の定ここからタイプ D が選ばれることになり、無事、その後ドラえもんとドラミちゃんが出会い、ドラミちゃんは、ドラえもんのために妹として作られた。
天帝星ロボットなのであった。そして、ロボット界で一番の仲の良い兄弟ロボットになるのでした。これが、ドラミちゃん誕生秘話である。へぇ、ドラえもんはロボット工場で生産。ドラミちゃんはドラえもん専用の妹ロボットとして生まれるんだね。それに耳がないのはドラえもんのお願いだったんだね。うむ、だがここまで説明しておいて言うのもなんだが、実はこの設定、大山ドラ時代ではなかったことにされていたのだ。え、そうなの？まず、大前提としてドラえもんの誕生は2112年9月3日、そしてネズミに頭をかじられたのは約10年後の2122年8月30日である。そしてこれは後ほど説明するが、ドラミちゃんの誕生日はドラえもん誕生から約2年後、2114年12月2日なのである。だが、映画2112年ドラえもん誕生では、ドラえもんが耳をかじられた2122年8月30日から3日2晩泣き続け、青い体にガラガラ声という感じになるのだが、そこにドラミちゃんが登場。そこでドラえもんはドラミちゃんに対して、あんたがあれ？え？あたしドラミ、子守ロボットの補助役として作られた妹ロボットです。わーん。生き別れになった妹よ、元気だったか？と、明らかに先ほど説明した時系列としておかしなことになっている。だが、おそらくこの映画では耳を噛まれたのは原作準拠の2122年8月30日ではなく、この後すぐにクリスマスのシーンに移るので、時期的には2122年12月2日なのかもしれない。その理由は簡単、ドラミちゃんの誕生日が12月2日だから、でもそうやって考えると。ドラミちゃんが生まれた日が2114年12月2日ではなく、2122年の12月2日になっちゃうんだよね。日付は同じでも年月日が8年もずれちゃうんだね。うむ、ゆえにネズミに耳を噛まれたのも、ドラえもんの3日2晩泣き続けたというセリフから、2122年11月下旬あたりになるってことだな。そしてそう考えると、さらにおかしな点も浮上する。それはドラミちゃんとセワシの関係である。本来であれば、セワシが今の年になるまで、約8年間ドラえもん、ドラミと共に成長を続けるはずなのだが、この映画の感じだと、さっき作られました、って感じに見えるのに、なぜかセワシとドラミちゃんがすごく親しい関係だし、そして何よりドラえもんのためにドラえもん本人や博士の思い出特注に作られたというわけではなく、どちらかといえば、セワシが耳を失わせてしまった罪悪感や謝罪の気持ちで作らせた感が否めないのだ。そりゃそうよね。だから、当然この映画ではあの博士も、オイルの設定も、ドラミちゃんがドラえもんに対して特注品という設定も、そしてなぜ耳がリボンなのかという説明がないのだ。原作遵守、片倉設定を持ち出しちゃうといろいろと矛盾や疑問が生まれちゃうってわけなんだね。うむ、これらに関しては大山ドラではいわゆる片倉設定は用いず、独自の設定で展開していたのだ。だが、この映画は制作する上で、作者からこんな気持ちがあったという、以下は一からの引用である。今作によってドラえもんの設定などが改められており、過去の設定とは差異が多く見られるが、監督の米谷によると原作者の藤子は今までに提唱されてきた設定や誕生にまつわるエピソードについて不満があり、それらを整合させたいという意向が本作に反映されているという。設定そのものを F 先生が納得してなかったのね。うむ、そういうことなのである。だから本映画は F 先生が新たに設定を考え直した映画なので、原作通りってわけじゃないのは当たり前なんだよな。だが、昨今では少し違うのだ。それは2014年12月5日放送、ドラミが生まれた日にて、実はこのアニメでは片倉設定が多く採用されており、ドラえもんとドラミちゃんは同じオイルで、薄い部分と濃い部分で性能差があること。そしてドラミちゃんの開発は、耳をなくしたドラえもんを元気づけるために行っていること。そして耳をつければ完成。という時に、博士は耳のあるドラミを見たら、きっとドラえもんが悲しむと考え、耳の代わりに赤いリボンを取り付けたのである。そしてその後、ドラミを初めて見たドラえもんが、リボンがとっても可愛いよと褒めてくれ、博士がドラミに、ドラミよ、いいのかい？本当にこれで、と尋ねると、うん、いいの？と、笑顔で返し、それ以降ドラミちゃんが耳の代わりにリボンをつけている設定なのだ。なお、その後スネオがなぜドラミちゃんは耳ではなくリボンなの？って聞くと、可愛いからよ。と、答えるのだが、ドラえもんはこれを冗談としてしか受け止めておらず、本当にお兄ちゃんは私のこと分かってないのね、ふふん、と、微笑むのであった。なんかいい感じの話だね。うむ、このエピソードは普通に見ても感動できて面白いので、よければ公式のテレ朝ドラえもん見放題パックで配信しているので、興味があったら見てみてね。という感じで、ドラミちゃんの誕生秘話は以上である。ドラミ誕生の秘話が片倉設定で練られて、だけどその後作者本人が映画によって修正したけど、結局今では片倉設定が再利用されているんだね。うむ、すべてがすべてっていうわけではないが、現状は今言った内容が最新バージョンになっているってことだな。というわけで、ドラミ誕生秘話がある程度わかったところで、この後はドラミに関する細かいプロフィールに関しても見ていこう。お願いします。ドラミの設定を、公式ホームページ、ウィキペディアやアニオタ、イキカッコカリ、で見て、ざっくりとまとめるとこういう感じである。
おお、結構いっぱいある。名前はドラミちゃん、誕生日は2114年12月2日生まれでいてさ、血液型は女性猫型 B 型である。身長は 100cm で脅威は不明、体重は 91kg、力は1万馬力で、目から必殺のウインク光線。ウインク光線、その他の体のパーツはドラえもんよりはるかに高性能で、好きな食べ物はメロンパン、嫌いなものはゴキブリである。そして特技は歌と料理だが、これは好きな趣味の一環でもあるな。なんか聞いたことあるものから、血液型、だったり必殺ウインク光線だったり、気になるものがちらほら。うむ、なので今回は一つずつ解説していくぞ。まずは名前、言わずもがなドラミちゃんだな。ドラえもんとは違いギャグでも名前の由来は紹介されていなくてだな。そもそもファンによる応募で登場した彼女だが、その女の子が名付けたのか、ドラえもんの女の子だからドラミなのか、その辺はアニメでもリアルでも、少なくともウプ主が知る限りは分かっていない。では次に誕生日、2114年12月2日生まれのいて座だな。これは今現在でも公式採用されている設定であり、この設定は、ドラえもん百科から来たもので、本書では何度も登場している設定なのだ。さっきのアニメ、ドラミちゃんの生まれた日も、ドラミちゃんの誕生日企画でアニメ化されたものだったしね。うむ、そういうことである。これは F 先生も2112年ドラえもん誕生ですらおそらくいじってなかったから、ずっとこの日で間違いないだろうな。なぜ2112年12月2日なのかは不明だが、語呂がいいのか、それとも、F 先生の誕生日が12月1日生まれで近いからなのか、その点はよくわかっていないぜ。先生12月1日生まれなんだね。初めて知ったよ。うむ、関連性は不明だけどな。では次に、血液型、オイル型、かはわからないが、ドラミちゃんは女性猫カッコ B 型である。これはドラえもん百科に関、ドラドラミ兄弟百科、ドラえもんとドラミの、トランプ式比較研究ノートに描かれている。ドラミちゃんが女性猫カッコ B 型、ドラえもんは男性猫カッコ A 型である。血液型、オイル型、なんてあるんだね。うむ、まあ公式ではおそらく採用されてはいないと思うが、昨今だと血液型だけで差別や偏見の対象になりがちだしな。そういえば血液型占いってめっきり見なくなったしね。うむ、なので公式に拾われることも今後ないだろうし次に行こう。次は身長、100cm ジャストである。これも現在公式に採用されている身長であり、元ネタは当然ドラえもん百科、先ほどと同じに関ドラドラミ兄弟百科などを見てみると、身長は 100cm、体重脅威は秘密である。あれ、体重は秘密って、さっき 91kg って言ってたけど、うむ、身長は一貫として 100cm で公式採用されているのだが、体重に関しては実はドラえもん百科では明かされていなくてな。域によると、体重が初めて判明するのは1980年4月8日、春田一番ドラえもん祭りにて、35kg という設定にされていたらしい。35kg?ドラえもんの3分の1ぐらいしかないのね。うむ、そしてその後この設定はしばらく続くのだが、1986年1月発行、スーパーメカのサイエンスドラえもん道具カタログ2112年版にて、ドラミちゃんの体重を 91kg としているのだが、コロコロコミックデラックス17にあるドラミちゃん丸姫メカ使いには、身長 100cm、体重 91kg カッコハテナバストウエストヒップは内緒となっているのだ。やっぱり女の子に体重は聞いちゃダメなのね。うむ、だがその後発売されたコロコロコミックデラックス19では体重を 100kg、 コロコロコミックデラックス21では体重をまた 91kg にされており、少しの間体重がいろいろ変わっていたのだが、これ以降は基本的に体重を 91kg としているようだな。ちょこちょこ体重変わってたのね。うむ、そうみたいだな。ちなみにバストウエストヒップは未だに不明だぜ。わらわら、というわけで次、次に力だな。これは有名なので知っている人も多いと思うが、なんと1万馬力もあるのだ。1万馬力、これはドラミちゃんの初登場回、藤子 F 不二雄大全集2巻ハイキングに出かけようにて、ドラえもんを休ませるために兄を説得するドラミちゃんなのだが、ドラえもんはまだまだ平気だと反論をするので、こいつ1万馬力なんだ、と、ドラえもんの言葉により力が1万馬力もあることが判明し、力負けしたドラえもんは尻尾で電源を切られてしまうのだった。1万馬力じゃかなわないだろうね。ちなみにドラえもんって何馬力あるのかな？妹が1万だから、やっぱ8000とか9000とかかな？いや、129.3 馬力しかないぞ。そんなに違うの？ドラえもんってそんなにしょぼいロボットっていうかドラミちゃんがすごいのか？いや、これはどちらかというとドラえもんがしょぼいんだな。実はこの2体のロボット以外にも馬力が判明している子がいてだな。それはコミックス2巻ロボコが愛してるに登場するロボコちゃん。その力なんと100万馬力。ひゃー、100万。うむ、実にドラミの100倍、ドラえもんの7733倍であり、あの国民的黒パンツ少年のなんと10倍もあるのである。ロボコ強すぎやろ。うむ、まあここまでインフレしてるとちょっとあれだけど、
そもそもドラえもんの 129.3 馬力ですらオーバースペックだからな。1馬力って大体 75kg のものを1メートル持ち上げるぐらいの力で、軽自動車だと1台64馬力、つまり軽自動車に紐をつけて物を持ち上げれば、単純計算 4800kg のものが1メートルは持ち上がるわけなんだ。つまりドラえもんの力なら 9697.5kg、ドラミちゃんなら75万 kg 持ち上がるわけだ。お世話ロボットにどんなパワー搭載してんねん。ちなみにロボコなら7500万 kg 持ち上がるぞ。そんなパワーの攻撃に耐えるスネ夫とジェイアンはすごかったんやな。うむ、ちなみに現実世界のものに例えると、ドラえもんは軽自動車2台と同じぐらいのパワー、ドラミちゃんが8両編成の新幹線と同じぐらいのパワーだぜ。つまりあれだな、線路に子犬がいても、新幹線アタックで飛んできた車両を止めることができるわけだな。しかもエンジン全開でもタイマン張れるから、テリーマンなんか目じゃないわけだ。これ多分誰もネタわからないぞ。まあ、とにもかくにもすごいパワーってことなんだぜ。というわけで次。次は目だな。ずっと気になってたけどなんなのこの必殺ウィンク光線って。これはだな、ドラえもん百科にたびたび紹介されているのだが、例えばドラえもん百科に関ドラミちゃん秘密ブックにて、ね、魅力光線が出ている。ウィンクされると、心を奪われる、兄の僕でさえ、ドラミちゃんに見つめられると、兄でも魅了してしまうのか。うむ、実際このウィンク光線の威力は凄まじってな。同じ国間のドラミちゃんの1週間では、かねてからの計画だった、メルヘン星雲 D73 惑星の旅、その星に到着後、妖精の森で大冒険していると、突然ドラゴンが現れ、危うしドラミちゃん、だが大丈夫、ドラミちゃん必殺、愛のウィンク光線。見事ドラゴンを、ノックアウトよ。と、ドラゴン相手でも1コロなのだ。いや強すぎるでしょ。うむ、ちなみにこの必殺ウィンク光線、公式で全く採用されていないというわけでもないのだ。え、そうなの？それはスーパーファミコンソフトドラえもん2、のび太のトイズランド大冒険にて、このゲームでは、A ボタンを長押しすることによってキャラが白く点滅し、固有の必殺技アクションを使用することができるのだが、せっかくなので実際にご覧いただこう。このように必殺のウィンク光線を使うと、画面内にいる敵は全て硬直し、攻撃し放題になる超強力な技なのだ。こんなところで採用されているとは。まあ、でも実際このゲームやればわかるけど、ほとんど使うことはないんだけどな。この技を発動するより攻撃して倒した方が早いし、何よりボス相手には全く効かないしな。でも、技としてよりも、単純に可愛いから全てが許されるけどな。うおー。ってな感じに視聴者もメロメロだな。ちなみにウィンク光線にはもう一つの能力がある。まだあるの？それは決定版ドラえもん大辞典ドラミちゃんミニドラの秘密にて、ドラミちゃんのスペック紹介がされているのだが、その中の3番、目に関して、必殺ウィンク光線を発射。恋人たちを結びつけたり、仲直りさせたりする、パワーがある、と、相手をメロメロにするだけでなく、他人をラブラブにしたり、仲良い関係にする、ドラミちゃんらしい愛のある能力に変更、または追加されているのだ。そんな愛のキューピッドみたいな能力になってるのね。うむ、何にせよドラミちゃんの目には他人をメロメロにする光線が出るから要注意だな。というわけで、必殺ウィンク光線はここまで、次はその他のパーツ、つまりドラミちゃんの体に関するいろんな機能に関してなのだが、これはちょっとかなり長くなってしまうので、また別の機会でまとめることにするぜ。その次、好きな食べ物はメロンパンだな。この設定もドラえもん百科で生まれたもので、今現在も公式で採用されているものの一つだな。このメロンパン、百科のいろんなところで好きと明言されているのだが、なぜ好きなのかは特に明言がなく、単純に好物だから、という感じになっていたのだが、ウィキペディアによると、2003年4月5日放送、ドラミちゃん登場のび太の海底大冒険にて、のび太の家に来たドラミちゃんが、おやつで初めて食べたメロンパンに感動して好物になったというくだりがあり、この設定が変わっていなければ、今もそのままである。ちなみにこの作品よりもっと前、1980年4月8日放送、お待たせドラミちゃん初登場のび太の海底ハイキングでは、メロンパンではなくどら焼きを提供されていたらしい。原作じゃなくてアニメで好きになった理由が判明するんだね。うむ、そうみたいだな。ちなみにアニメで判明したことはもう一つある。そう、上に書いてあるが、ウィキペディアによるとメロンパンでも特にクッキー生地でできた皮の部分が好きというやつ。これは先ほど紹介した2014年12月5日放送、ドラミの生まれた日にて、いろいろあってドラミちゃんに関するクイズ大会が開かれた時に。問題、私、ドラミの好物は？わかった、メロンパン、しかも上のカリカリの部分が大好き。ですが、
趣味は何でしょう?と、引っ掛けクイズのようなくだりがあり、ドラえもんの発言により、ドラミちゃんはメロンパンの上のカリカリ部分が大好きだと判明するのである。さすがはアニジェ、妹をよくわかっている。ただ、このメロンパンの上が好きという設定は、このアニメで初めて判明したものではないのだ。え、そうなの?うむ、2001年7月10日発売、決定版ドラえもん大辞典にて、秘密104、ドラミちゃんの好きなもの、嫌いなものを教えて、というページで、実は、ドラミちゃんの好きな食べ物は、メロンパン。特に、上の方の、甘いところが大好きらしい、という一文があり、自分が知る限り、おそらくここが初出店だと思うぜ。もし間違ってたらごめんね。まあとにもかくにも、メロンパンが好きで、上の部分が特に好きなのは間違いないぜ。というわけでメロンパンに関しては以上である。それでは次に嫌いなもの、これも有名だと思うがゴキブリである。実はこれ、もともとそんなに苦手っていうわけでもなかったのだ。コミックス休館浦島キャンディーにて、いろいろあって、ゴキブリホイホイ落ち着いてしまうのび太。その際、ドラミちゃんはとんでもない顔で驚いており。え、ゴキブリ、ゴキブリを取る箱だったのか。ママはゴキブリに弱いんだな、と、ゴキブリに驚いたドラミちゃんは、のび太の頭にしがみついていたのだが、91キロ、この回のラストでは、ゴキブリを前にしても全然ビビっておらず、この様子からも、先ほどはとっさに出てきたから驚いただけで、別に苦手っていうわけでもないようなのだ。ではいつから苦手になったのかというと、やっぱりこれもドラえもん百科、片倉設定であり、この百科に何度か苦手と描写されているのだが、一体なぜゴキブリが苦手なのかは分かっていなかった。なぜも何も、やつ自体が人類の敵だからでしょ。いやまあそれはそうなんだけどな、実はこれには劣気とした理由があるのだ。その答えは1980年月刊コロコロコミックス7月号にて、ドラえもんなぜ何新秘密50という特集が組まれたのだが、その質問の中の一つに、ドラミちゃんはなぜゴキブリが嫌いなのか。昔、ウインク光線が効かないで、ひどい目に遭わされたことがあるため、じゃあ、と、なんとあのドラゴンも仕留めた必殺ウインク光線も、ゴキブリ相手には通用せず、ひどい目に遭ったというのだ。ゴキブリにウインク光線が効かないことにもびっくりだけど、この挿絵だけ見てるとゴキブリとじゃれてるようにしか見えないんだけど、確かにそうだな。でもこれウプ主が同じ状態になったら3秒で気絶する自信があるぞ。っていうか今も文字で何度もゴキブリって打つだけで気分が悪くなるぐらい嫌いなんだぞ。ドラえもんって地味にゴキブリの登場回数、ゴキブリを監視した秘密道具も多いから、そういうゴキブリ特集でも動画作れたりするんですけど、需要あるんですかね?絶対需要ないでしょ?まああっても作りませんけど。作らないんかい?奴は人類の敵だからな、仕方ないんだぜ。というわけで少し話はそれたが、もう少し補足をしておくと、ドラミちゃんがゴキブリ嫌いだと決定的になったのは、やはり1989年公開、ドラミちゃんミニドラ SOS あたりからだろうな。この作品、途中ドラミちゃんがミニドラを取り返しに来た時、偶然遭遇したゴキブリに大騒ぎをしてしまうのだ。この映像を見て、ドラミちゃんがゴキブリが苦手という印象が強くなり、翌々年2001年に発売された、決定版ドラえもん大辞典、さっきのメロンパンでも紹介したこのページでは、ゴキブリに驚くドラミちゃん、これだけならともかく、落としたのはこれですか?どうする?と、キコリの泉に落ちてしまったゴキブリは巨大化し、その巨大なゴキブリを前にドラミちゃんが怯えおののくのであった。いやこんな巨大ゴキブリ誰でも怖いわ。なんでのび太平気なんだよ。まあ、正直これは誰でも逃げ出すよな。キコリの泉のお姉さん抱き抱えてるのほんと強い。というわけで、ドラミちゃんの苦手なゴキブリに関しては以上である。最後に特技、歌と料理に関して、これは意外と知られていないが、実は歌と料理が得意で、これもドラえもん百科で生まれた設定だ。だが、アニメや映画ではなかなかその機会を拝むことができないが、一応映画、ドラミ&ドラえもんズロボット学校七不思議では、ドラザキッドのためにドラ焼きを作ってあげたり、ザ・ドラえもんズスペシャルでもドラ焼きを作るシーンが何度か登場する。百科では料理の腕前は一流コック並みらしいが、作っているのはなぜか目玉焼きで、他にも自分のパーティーを開くために用意した、ジュース、や得意のサラダにホットケーキ、いちごパイなんかも作っているらしい。他にも料理対決で、兄のために栄養価 100% ドラ焼きを作ってあげたり、確かに料理は上手なのだが、割と家庭的で、何か特別な賞や評価を得ているわけではない。そして歌に関してだが、まず、先ほどの2014年12月5日放送、ドラミの生まれた日などで、趣味が音楽と公言しているが、聞くだけなのか、歌うことなのか、それとも作曲や楽器の演奏なのか、そのあたりに関しては詳しい言及はなく、正直ウプ主の知る限りでは、ドラミちゃんが歌ったり楽器を演奏しているシーンをあまり見たことがない。もし知っている人がいたらコメントで教えてください。お願いします。ちなみにだが、この歌が得意という設定、片倉設定では結構細かく設定されている部分がある。ドラえもん百科一巻ドラミちゃん秘密百科では、ドラミちゃんの好きなもの、得意なものは何ですか?歌です。音楽です。ロボット界のプリマドンナと言われるドラミちゃん。
ベートーベンもモーツァルトもびっくりする音楽センス、と言われるだけあって、ピアノの演奏をしていたり、ドラえもん百科に関ドラミちゃんの一週間では、月曜、爽やかな朝、小鳥のさえずりと一緒に音楽のレッスン、ワーグナー作曲ローエングリーンを練習、そして夕べのコンサートに出場、ベートーベン作曲、ピアノソナタ月光を演奏、満場の喝采を得る。ドラミちゃん歌うのも演奏するのも上手なのね。うむ、だけどこれだけじゃないぞ。同じく2巻ドラミちゃんの秘密アルバムでは、いろいろあって勝ちたい気持ちが強すぎて天使を召喚し、天使さんの予想通り、新春歌唱コンクールで優勝するのだ。どういうことなんだ。詳しくはコミックスを読んでみてほしいぜ。そして最後に同じく2巻の美女対決、ドラミちゃん対静香ちゃんでは、音楽対決をした際に、ドラミちゃんの楽器はピアノ、そして好きな作曲家がショパンであることが判明し、さらには、作曲演奏をこなすドラミ、と作曲もできることが判明する。さらにさらに、声楽、5オクターブまでの声が出る。歌唱表現が抜群。オペラに最適、カルメン、椿姫、蝶々夫人などの主役をこなす、と、もはや歌だけでもオペラ歌手レベルの歌声なのである。5オクターブってめちゃくちゃすごいね。うむ、一般人が 2.5、トレーニングしてる人で 3.5、一流歌手で5オクターブっていう感じらしいから、間違いなく音域だけならプロかおまけ、てか実際数々のオペラの主演こなしているみたいだし、この上ピアノの演奏に作曲もできるんだから、もう趣味とか特技とかそういうレベルじゃない気もするんだぜ。ドラミちゃんすごすぎるよ。うむ、だけどこんなドラミちゃんでも、最初の頃は全く声が出なかったんだよな。え、そうなの？うむ、だけどそれに関しては申し訳ないが後半にまた紹介したいと思うんだぜ。え、でももうあんまり紹介できるプロフィールないんじゃない？いや、そんなことはないぞ。今回は公式、息、アニオタ、息などをベースにプロフィールの紹介をしていったが、実はこれ以外にもたくさん残っているプロフィールがあるのだ。え、なにこれ、退職、愛読書、好きなちょめちょめ等々、全然紹介しきれていない内容が残っているのだ。さすがはドラミちゃん、そこらのサブキャラとは一筋縄ではいかない解説が残っているのね。うむ、それに今回紹介しきれていないボーイフレンドにも全く触れられていないしな。確かにそういえば、というわけで後半もまた楽しみにしててください。今回も最後まで見ていただき、ご視聴ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。またのご利用をお待ちしています。